Vロード第2節2戦目読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはジャイアンツの先発、バッターは4番山口。ジャイアンツ送りバントで進塁を許しています。さあ同点のランナーを背負ったこの場面です。初球は何で来るか。初球打っていった、抜けた、セカンドランナー帰れば同点。バックホームする、レフト前ヒット。ジャイアンツさらにピンチが続きます。これでランナーは三塁まで進んでしまいました。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。バッターボックス岡島、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。エラーでランナーを出しています。初球打ち、ライトが追いかける、ぐんぐんだ、飛び込んだ、ツーランホームラン。白球高々と舞い上がり、東京ドームのスタンドに消えていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ7対0。甘い球見逃さなかったですね。はい、5番バッター井上、先ほどの打席でヒットを放っています。フォアボールのランナーが出ています。まず何を投げてくるか。最初は変化球できました。ボールになります。いや素晴らしい球ですよね。ボールになります。ボールになります。コントロールが乱れています。得点圏にランナーを、ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、投打がしっかり噛み合っていました。チーム力素晴らしいですね。そうですね、まあ、打つ方も投げる方も、まあ、そして守る方も非常に集中力が高かったですね。そうですね、完成度の高さを感じた、そんなゲームになります。Vロード第2節3戦目千葉ロッテマリーンズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはさあ、そして打席には大城が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球は何から入ってくるか。まずは簡単にストライクが来ました。アウトコースのボール球に手を出しました。ここはあっという間に追い込んでいます。3球目打ちました。取って2アウトです。さあそしてバッターボックスには吉川が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。
初球大きな変化球でまずは空振り、思わずバットが出たような形です。すぐに追い込みました。ジャストミート掴んでスリーアウト、追加点は奪えませんでした。9番バッター山田、ここは2アウトにはなりましたが送りバントを選択してきました。さあジャイアンツその点差を広げていこうかというところです。さあまず1球目打った、掴んだ、一塁送球、一塁アウトで3アウト。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。素晴らしい投手戦をものにしました。里崎さん、盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか？そうですね、まあ僅差ではあるんです。